こんばんは。ちょっと待って、なかなかさ、マイコの携帯でやろうと思ったらなかなかログインできへんくてさ。今からちょっとあるところに行かないといけなくて。こんばんは。そう、横にもっちゃんとちよん。ごめんなさい、このなんか微妙な充電がなくて、今充電しながらやってて。めっちゃ変なとこにおる。なんか噂してる。こんにちは。呼びかけてくれたのが、あ、あやさじゃない。めちゃくちゃ声聞こえる。やっほー、こんにちは。そう、いやな、ラブレター届いた？レッスンじゃないねんけど、あるとこ行かないとわかんねん。頭いいって聞いたから。晩になできへんねん、今日夜。このまま行かないといけなくて。焼肉定食。大丈夫かな？外やけど、あんまギガつかまんかな。どういう問題やって感じやねんけど。マイコのここのさ、ところにある携帯やろうと思ったらログインできへんくて。鼻にマスクの形ついてる。まあ、ラブレター届いた。まあ、いいかな。あ、ありがとうございます。やな、今から塾行ってくる。いってらっしゃい。ギガ大事って一回けどさ、家でさ、何もさ、あの家でさ間違えて Wi-Fi 来てて配信してたんですけど、意外と行けたんでもういいかなって思ってきました。こんにちは。ちょっとマフラー巻きたいな。ちょっと一瞬巻いてね。ちょっと一瞬待ってね。マフラー巻く。マフラー可愛いから。ちょっと一瞬待ってね。ちょっと天井見せる。顔やからさ、リップぐらい塗ろうかな。なんか制限かかった。昨日ちょっとコメントできなくて。大丈夫だよ。マスクの中は口先。今日も可愛い、ありがとう。ピラッパ描こう。今日さ、夜さできへんかなと思っててんけど、どうしてもやりたいと思ったから頑張って。メダルガールの電車のだからイヤホン忘れてるから、もう寝ないもん。聞かへん。おーい、今日はレッスンじゃないんですけど、ちょっとね、行かないといけないんです。しかも先輩方と割とね、なんか優しい、めっちゃ優しいよね。配信ありがとう。10周年の時から私の前のマフラー、前のマフラー似てる。ランランラブレターのツーショット最高やった。見えな。そうそう、はじめまして言うの忘れた。最近気になって毎日見てる、ありがとう。ごめんね、この急遽なんか、ほんまに時間なくて。めっちゃ面白い。まず場所を探しててできそうなところ。マジでもっちゃんたちの横は申し訳ないんですけど。全然お仕事だけじゃないんですけど、まあ、お仕事なんかな、まあ、仕
しないから。またバン今日できないんです、ごめんなさい。仕事終わりの電車で見てます、癒されるよかった。ちょっとさアップすぎやんね、ごめんなさいね。7スイッチで見えちゃうジオングでしょ、はい、色まで前髪行くように肩ついてるんでもうやばいです。ナナ大好き、ありがとう。そしてなんでこっちの携帯はできなかったんだろう。もう諦めるしかないか。スクショタイム、スクショ今日しちゃう、スクショしちゃう、この変な顔隠したいな。通勤時間、朝も夕方も髪の毛のカールももう取れちゃって。ナナ大好きありがとう。学生って感じがする。ちゃんと学生してますよ。やっとここまで来て、やっとジオンの振り入れの早朝のタイミングにやっとついてこれるくらい。コシメと JK なんやなと。4ヶ月前何やっててかわありがとう。なんか背景めっちゃちょっとあれやんな、ごめんなさいね、こんな変な背景。なんかノンボードやって感じなんですけど、マフラーに当てて可愛い、ありがとう、学校帰りで。で、なんか楽しい、ありがとう。スーパー中学生よ。お勉強ちゃんとしましたか、しました。私高校生の時の負け負けですよ。受験の中は嬉しい。ちょっとリップだけでもやるかな、ちょっとカプリコあげた。ナナのまばめ、なんか今けどツーショット写真載せるとき、載せるときというかマスクしないと載せちゃダメっていうルールがあって、そうそう、だから片手にマスクみたいな。こんにちは、会社帰り今見てます、ありがとう。せいひろさんハートのチャレンジありがとう。ジオはね、ケイトさんタイプかなって。スーパー中学生。目がイケメン。嬉しい。何してるんですか？あの時間まで。時間までここで待機してます。今日も可愛すぎる、ありがとう。このご時世だから仕方ないよね。小学生でしょ、信じないで。さっきそれ、あの若ぽんさんたちと話してて、それ小6だったんでしょみたいな話してて、やばい、ね、ちょっとリップがあんまりついてない。私も初めて中2だったから、それよりも今だって中1で、私が中2で受けて早いと思ったから。お仕事というか、なんか E グループの先輩たち、同じ E グループの先輩たちと同じ枠で行かないといけなくて、中学生しっかりしてみようと。確かに顔が違うね、先輩なんで。つまりバブ。さっきのめっちゃ見てきた。確かにめっちゃ声聞こえてるけど大丈夫。そう、もっちゃんとジオンが2人で配信してるだけだから大丈夫です。ゆうりさんの NMB、 そうなんだ。小6や、小6や、すごいね。はい、みななの背景毎回変わってて、めっちゃ今汚い背景やけど。あの、なんて言うんですか、こういうの。ゆきなちゃん、ゆきなこたちありがとう。未来がいいんで、うん、若さわけですよ、わかるよ。みななは二人に混ざらない。多分今なんか、グループ F のね、F のことについてなんかやってるから、ちょっと入らん方がいいかなみたいな。ジオンが弾くときに、じゃあ、ゲットネチュラルメーカーや、ありがとう。学校使いさま、練習も頑張るんで、ありがとう。やったー、ビオラびっくりした、まさか一緒になると思う。嬉しかった。赤ちゃんみたい。
まあ劇場にいるのご相談にお任せします。レンさんはね割とね YNN さんとかでさすが気遣いの人あとなんか私いいポッチさむし10周年の公演でそのなんかキョロキョロしたのなんかみんな可愛すぎて、うん、強烈かわいい推しです。ありがとうございます。ユナグループ会議のやつ見てユナの姿勢本当に好き。なんかもう言ったってほんまに、なんか絶対先輩のファンの方とかもう絶対なんか嫌われる覚悟というか、もう絶対嫌われるやろなというか、なんかがめついやつやなというか、なんか絶対思われるやろなって思ったんですけど、まあ自分ほんまになんかそういうリーダーとかやりたくて、でなんか嫌われる覚悟というか、なんか絶対ここで手あげないと後悔するなって思ったので手あげちゃいました。気づいたらもう反射神経で自分を推薦してました。学校お疲れ、お疲れ。うぶ毛かわいみ、向かってほしいだけど周りの男も語ってて、本当ですか、ごめんなさい、ごめんなさい。このほんまにあの自分で理由推薦理由とか言いながらほんまにあのほんまにあの心弱くて心弱いんですけど、そんなことするからマジで心臓持たなくて半泣きで言ってたんです。気づいてくれた人いるかな。明日から本気出せるかな。よくわかんない。なんかさ、そういうなの本気、なんかそういう名前でこももちゃん、ハートありがとう。アウトポスティングキャッチハート、なんで英語なんやろ。立候補してんのかっこいい、ありがとう。褒めてやるって見せてよかった。おめっちゃあのポジティブ、あんなギやった、やばいやばいと思って、あんな気出てた。何もというか不満楽しみ、ありがとう。ヨーダヨーダ、そうか、的なんだから誰も悪い風にもよかった。交換しかのほんまに頑張ってからね。連絡する、積極的な可能性を頑張ります。ジオは強そうだった。他の空港メンバーで他のメンバー変わる、ほんまにアバター変えて明日から本気出すと書いとる。ほんまに全然見えへんねんな文字が、アバターがちっちゃいから。いやなん大好き、ありがとう。七期生だからまだやったらあかんとかないしね。そうなんか桃梨さんがそう言ってくださったので、思い切って学校からお帰りただいま。マイティが押されて若干何そうだった、何ちいこいよね、ちいこくて見えん。緊張しないで焦らなくてもいいと思うよ。 ありがとう。最近になってやっぱグループで話すことが増えて、積極的に行こう。ありがとうございます。後輩あんま好きじゃないのかなと思ってたんですけど、結構なんかで今日もみんな笑って話してくれたから、ピュカチにでかくあげとく。やった立候補書く方ありがとう。今日で一気に話しやすくなって、そう、歌は待ってそうびっくりしたよね。なんかダンスめっちゃ自由にしてる。ダンス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 若さのみこんにちは。若さ言って変わらんし、私もコンビだったら。ほなサボり終了。見ちゃうのバンボン。未来さん。未来さん大好き、ありがとう。リーダー。リーダー。ほな JC か。おい。おい。かわいい。
がとう。そう、可愛いって可愛がってくれるから。なんだろう。F にはいてくれてよかったな。しーちゃん、うちの子ちゃんありがとう。気になったので来てみました。ありがとうございます。かわいい、ありがとう。こんなかわいい高校生をたまにしたのか。ことなし、待って待った リーダーの癖がチーム NN のビーツてかさ、せっけんのめっちゃ手洗ってるのになかなかこれ取れへんのずっとペンについてんねんけどって何回も手洗ってないのに、なんか手洗いそばに行ってみた。あんま金とかも手当てても取れへんのか。嫌な積極的で意欲的だから本当に縁の目に見られるから、ありがとう。だってこのペン昨日からついてる。東京じゃないの本当に。それ東京の。わかんない。あれあの通天閣ってどんなんか知ってる？あの赤くてこんなやつ。インクまだついてる。何回も手洗ってんのにね。けどあんまあのさすがに2人で振り2人がいるところでうち勢のこっちそうなんかあのちょっと静かめで配信するねって言ったんで、応援してます、ありがとうございます。いや何大好き、ありがとう。デコラスマフラーカメラ、ありがとう。10日前、お外では猫かぶるようなのでやっぱピオラハウスじゃないとさ、そう出せんわ。あ、そっか、お風呂でじっくり浸かったりしないと取れないの。そうなんかね、昨日もじっくり浸かってんけど、ほら昨日もじっくり使ってんの取れない。けど確かに意識的に取ってなかった。今日こそもっと指をゴシゴシ洗います。この中から気持ちにいけんけど、ごめん、大丈夫だよ。そうやね、お外だから出張ピュア、そうですね、出張ピュアハウス割と声響くん、だからめちゃくちゃ声聞こえるのかな。都会の配信の声聞こえる、ほんまに嫌なの声聞こえてる。むっちゃね、ごめんね、むっちゃ。うん、すごいみたいならしいので、ぜひゲットしてください。今来たよ、ゲットだぜ。ミルさんとかいるらしくて、あいばいばいも終了するとか。インクはなかなかね、取れないよね。なんだ、大好き、ありがとう。けどこれから公演とかも始まったら夜できへんくなっちゃうかもしれない。配信するのかな、なんかまた見てって書いてあったからさ。うん、なんなん、髪染めるなら何色がいい？何色やろ、ね、めっちゃ色くるし、茶色、次元に近い色がマフラーにやふまに、このマフラー一目惚れ。今日配信は18時なんでしようと思ってます。イナッチ LINE ライブ、明日も調子するのタイムテーブル了解です、します。明日も朝、今日の夜できない代わりに明日の朝しますっていつもやってるけど、ねんの見に来ましたよ。やめてください、やめてください。ご飯食べる時間ないです。大こんばんは。低速だからかな。なちゃんこんばんは。絶対そうだ。低速なのに見たいな。なちゃんね、ありがとう。待ってて。だからなのかな。でも何もするね。あるおかげでね。全然未来さんとかちょっとしか話したけど。ねえねえ、時間制限なかったらやばそう。何の時間制限？ごめんな、昼食泣いた？朝行けど行く？朝いんかな、この行く？ずっと笑ってるみんな、その話する。結構私からしたらもうそうですよ。僕仲良くなった時に覚えてますかっていう。ちょっと経ったら。あかんわ、本当よかった。
ショールームの、あーショールームの時間制限ちょっとやりそうってこと確かにけどね、あんまりやりすぎてもみんなもう来てくれへんくなるから、だからほどほどにします。エクバーコインの年穴、うん、実家の猫の名前ルイだったの、オスだからルイくん、一緒。ユナ猫じゃなくてクマだけど、ルイくん同士。エクバ生まれつきです、うん、気づいたエクバくんと人生を共にしてました。一周回ったんですあれ。こんにちは。こめりくんめっちゃ美味しい。美味しい。みなんが無理してない。ないんだったらいつまでも。やった。出た先生。知恵の足が消しから。あれ。足乗っけてたっけ。生一周やんって。なった、最高、羨ましい、おでこゆなの。手は大きくないかな。ちら？分からんな。ぐらいの限界突破、限界突破した。夜の配信の方もみんな見てくれてるの。スマッチ、マジは大変、大丈夫だよ。今起きた？おはようございます。それは草。たぶんメールの写真で若干全然、あーなるほどね、ありがとう、教えてくれて。せいろくんハートの3連打ありがとう。キュキュー、マフラー女子に弱いです。でラブレターのショーツ CA さん足まで写っててミニスカやったかな、ミニスカです。秒活しといたので後で見せてもらって、あ、わかりました、ありがとう嬉しい。仕事終わった、今来た、帰りなさい。顔のパーツすべて決まった、またありがとうございます、嬉しい。仕事終わったら来たよ、お帰りなさい。お仕事お疲れ様です。好き好き好き、しげて一人でできへん芸人のジョーちゃんです。そうなんですか、知らない知らない、ごめんなさい。ゆなくん、え今日デコ出しでした。おでこ出し、おでこ出してるの可愛い、ありがとう。可愛い二人が見てる。朝の配信可愛かった。え、見てたんですか。ありがとうございます。今家帰ってきたからやっと声聞こえる。あー、聞こえてる。今の聖徳太子やん。じゃあ待ってね、待ってね。笑われてるよ。いやなんかし、仲良しの子がさ、2人ともさ配信してたら面白い。今も可愛いよ、ありがとう。今週からテスト一緒だ、頑張ろうね。フレフレテスト、フレフレテスト。誰がおんの？じっちゃんと もっちゃんがいます。個性あるじゃん、ダンスにも、うん、で、ちょっとなんか違った時に、お疲れ様です。ちょっと違った時に、かわいい、頑張ってな、やっほー厳しくなるの、いきなりみんなで配信しちゃおうってこと、ほらみたいな、ほらちょっとゆりちゃんもいい、お互い張ってるからなんだけど、こんばんは、ほらって言うから、もうかさんの配信を分かるやってきて、ここへでなくても知ってるからね知っちゃってるからね。誰来た、誰です、10秒後ぐらいには仲直り。ねなんていつまでですか。確か来週の水曜日までかな。ジオンが言うこと全部正しいみたいなことを。いちゃんも、もっちゃん、その二人もっちゃんのところで入って。そうだよ。なんかあれや。ピオラ。みんなもさ、
どっちかが言ったら絶対こっち信じるのよ絶対。こんにちは。そう直してほしいこのではないかな。でも直してほしいというか。あ、じゃあ同時に2つの配信。あら、まあ、いつからピオラだけじゃなくなったのかな。ちょっとなんか表情が。なんかこんにちは。ちゃんとテスト勉強してます。なんかさ、悔しくない？あかちゃんとイナちゃんのとこ行き来。ああ、もう。イナの大好き。この投稿日11日、もう19じゃない。ユナもピエン一緒。ユナの大好き。ユナの大好き。ユナの大好き。あの時めっちゃいいやん。ユナも欲しいねん、ずっと。近々行く。なかなか行きてなくて。あ、惜しいやろ、かんかんない。お隣だろう、そうだね。ねえな、遅くなった。大丈夫ですよ、こんにちは。ゆきなちゃん、うちでの子たち、ありがとう。自転の子ちゅちゅ、初めまして、手は大きいですか？手は小さいです、多分顔がでかくない限り手は小さいっていうのも分かると思います。マイラしてるでしょ。え、ほんまに嬉しい。ずっとしちゃおう。あ、ユナって言うの NNB で好きな先輩はですね、いっぱいいてはるんですけど、いっぱいいて、皆さんって言ったらどうなりますか？ミータソが怒ってるぞ。何ミータソ。ハッピーセットか計量カップ当たったよ。分もあるからめちゃくちゃ、え、めっちゃいいや。ユナも欲しい。で、今年なのに19に見えるんだと。19見えへん。憧れていたメンバーはあかりんさんです。なんかその好きなメンバーたくさんいるんですよ。でも前のツーショット最高ありがとう。憧れてるのはお互いね。ダンスとかで憧れてるのはナナンルームから。こんばんは。あ、みんな流れてきてどうぞ。ミルルンさんと、あと、ありがとう。あの、はるかさん。ちゃんとマスク外してる写真とか他にもあるんですけど。ですかね。おでこ広くて可愛い。ありがとうございます。ね、ゆいなさん、もちろんやし。これからも一緒に写真撮ってくれることを願います。皆さん大好き。NNB で好きな曲、らしくない好きです。ね、そうだ、あの明るい系が好きですね。しーちゃんハットありがとう。ちょっとみんなもっちゃんとかの配信行ってるって噂聞いたんですけど、皆さんゆなのルームちゃんとソーシャルディスタンスとかもいろんな問題で体の柔らかさ見たいです。今ちょっと携帯持ってるからちょっと難しいです。ごめんなさい。だから NG にね、なくなった瞬間に終わったんですね。バランス取ってる。もっちゃんルームから構わない。もっちゃんとこから来ました。みんなもっちゃんとこから来ました。おいでおいで。ちょっとみんな来てんでね、今。なんでそういう人が。ピュアレビ式ありがとう。早く公開したいですね。ドキ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 したん？ちゃんと同じクラスになりたかった。実際25学年？25学年？そういうことなんですよ。待ってて。モモネさんのダンスは何か分かるわ。めっちゃ分かる。モネさんめっちゃ可愛い。ちゅうきゅうきゅうきゅうちゃんも出かけてくれね。いってらっしゃい。ピューラーハーツでしか前さ、私さそれなぁ。ちゅうき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 ゅうのこのプリンカップと NNB クラブします。週1年でそうじゃない。何ぼ来たんとか。それな私らはSNS を。あ、それ行ってきます。行ってらっしゃい。あの SNS というかね、ピヨピヨラ仕事中なので同時視聴ができない。大丈夫ですよ、ごめんなさい。こんな時間にやって、7キシみんな7キシか。あ、もう聞いちゃいましたその言葉。録音しとこかな。コメント欄が分かれるらしい。録音しとこかな。もっちゃんルームから来ます。ありがとうございます。イヤーテイクラベ、はい、テクラベありがとう、ありがとう。どんどんあ、もっちゃんルームから来ましたって。ユナ、いろんな人と話す。それの挨拶にしに行くことあるけど中身を見てないし。あ、大好き。ピアラハウスから来ました。おかえり。はじめまして、こんにちは。
ペース帰ってきたよ。髪の毛って巻き取れてるよね。ももかちゃん、朝はももかちゃんです。キソガイカもっちゃんって言われるね。指と爪切れ、本当にありがとう。ペンついてるけど。そうだね、忙しいな。中学生やからさ、8時までになっちゃうから、大体そのレッスン終わりとかになると、なちゃん結構いじられキャラなんかない。確かいじられキャラなんかな。いじられキャラなんかな。どうなんやろ。8時前。どっちも？え、カフェオレありがとう。どっちも対応可能に金です。爪長い本当に？爪結構綺麗に伸びるかもしれない。女子メンバー2人だ。やったー。ビオラビデオ配信くぐったらじゃないしよ。あんまや。どうする？その時は。さっきもっちゃんのモバメに変身したところやから。おー、しっかりしっかりしっかり。お風呂沸いてなんか、あ、そうなんや。おかぎなさい。どう見てもいじられキャラですね。すごくほんまに画面がフリーズしちゃった。もちろんゆなたんの配信も、あれもちろん聞いちゃったよ。確かにデコヒロシ。デコヒロシってやばいでしょ。デコヒロシじゃないの。ピュアだから見てられる。確かにね。嫌なのはすぐ騙されそうだよ。ちなまるくん、うちの子たちありがとう。確かに中には結構さ、すぐに信じちゃうかもしれん。すぐ喜んだり、すぐ悲しくなったり。そういう時は油断待つ同士で。あ、ありですね。もっちゃんルームから来たよって誰だ。何言ってもジョンズ拡散してみて、ありがとう。レコだしかわいい、ありがとう。絶対いじられるけどなんかな。めっかわい。爪みたい。爪みたい、うん、ちょっと汚いかも。爪また綺麗にしときます。爪コロナになってから来てるからさ、ユナナの配信見てるとちっちゃんともっちゃんの声も聞こえた男でしょ。だからもうユナナのユナナの配信しか勝たん。こんばんは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ニコかわいいテンタシャーです。覚えてください。ごめん。何できますか。そのできます。学校とかさ、記念期間とかもあるじゃん、うん、けどさ、メンバーが友達って感じもするじゃん、うん、いい意味でさ、ライバル感もあるけど友達って感じ。ピュアラハウスしか勝たん好き。だからね、今の内戦、生まれ好き。 NNB に入ってよかったって。なんか、うん、めっちゃありますよ、いっぱい授業中。まずね、一番はもちろんピュアラさんと出会えたことです。あ、いやいや、みんな来てんぞ。そして大好きな舞台に立って歌だったりダンスをできること、そして素敵なメンバーさんやスタッフさんに囲まれて活動できること、そしてあ、恵まれた環境にいられることにまずは感謝ですよね。あと、めっちゃなんか、あのね、元からメンタルガラスのハートで、今もガラスのハートなんですけど、なんやろな、前よりも視野が広くなったっていうのかな。何より毎日楽しい。なんか視野が広くなったっていうか、なんて言うんだろうな。まあとりあえず周りの人に感謝する機会が増えたというか、毎日感謝して生きてるかな。良かったことは、やか改めてなんか心が浄化された。
浄化されたというか前よりも前よりも浄化されてるなんて言ったらいいんやろ。ねねぴゅー選んでくれて、ここにしてくれてありがとう。みんななんきもかわいいな、ありがとう。仲間がいるのでそれな、本当にあ、お疲れ様です。かわいい、ありがとう。今日のテーマが、なんだろう、おっきめの、はじめまして。ねこてしかわいい、ありがとうございます。みなりのゆきだ、ゆなだです。ゆなちゃんもこういう服着せてる着てた。ミサコスに真似されて、なんか耳つけて、うん、かわいいもっちゃん。あ、でもいつもそういうこと言わない。かわいいもっちゃん。今日も超絶プリプリの自己紹介お時間です。ゆなってなんな、ゆななんな初見です。おでこが可愛いけどちゃんポイントです。おでこちゃんポイントなんかな一応ペコバが3台ちゃんポイントです。そう、オーダーサイズなんですよ。こんなにいろいろ考えてて、なし全然です。りっちゃんのレッスン機を紹介してもらえると思います。指と爪綺麗みたい。あんまりそんな綺麗かな。下のラインスパンツ、ユナめっちゃ可愛い、ありがとう。ちょっとね、これ気に入ってるらしい。そう、めっちゃ買える。ジュンジュン、ありがとう。ユナナめっちゃ可愛い、ありがとう。ほら、あ、あ、見てる。あ、ユナくん、待てしないぞ。じゃあこれ、ちゃんと結ばないと。これでいいピザになな。やけど久しぶりに会った気づ、あ、そんなことない、昨日会った。じっちゃん久しぶりやんな。久しぶり、うん、そのわからへん、いつぶり、いつぶり、そんな話じゃない、久しぶりじゃない、わからへん。大好き、ありがとう。お前やな、やろ、久しぶり、久しぶり。ジャンポイント、可愛い口元、本当にゆななのジャンポイントはゆなの妄想最初めてで嬉しい。ひなちゃんは子供の手でしょ、子供の手なの。そんな久々、そんな久々、昨日お話し会でも分は違うかったし、めっちゃ久々。じっちゃんが成長してたなんかお尻痛くなってきた確かに両エクボかわいいね。右上のハートをピンクにしてくれ、ありがとう、キュンキュンねえ、Fポーズお願いします。だって NNM 手が大きいメンバー、誰かな、誰かな、誰なのかなそんな先輩方の手を触る機会などないので、ユナのお話しかしばらく寂しい、寂しいの、ユナも寂しい、とってもとっても嬉しい、寂しいって思ってくれるだけで嬉しい。ユナなんのお話し会しばらく、あ、呼んだわ。ユナなん、こんにちは、あ、こんにちは。ビロ、ビロ、ネズミ小僧だっけな、なんかそんな感じかもしれない。ネズミ小僧か、ネズミって呼んで、お風呂の中で見てくれてるの、ありがとう。で携帯落とさないように気をつけてね。ゆっちゃんが会った日、覚えておくようにお菓子あげないと。みんなが大好きなブドウのジュース、後で買ったの。ブドウのジュース、あー、そっちか、そう、あの左から5個目のブドウジュース。今日満点の顔、ほんとにもっちゃんとじっちゃんはどんな存在もっちゃんはね、もうなんか目で圧をか目で圧をかけられてるんですけど、なんかね、意外となんかザ妹って感じかな。ゆなの、ゆなちゃんにお菓子くれる、お菓子くれるの、あの、美味しくない。おっちゃんはどんやけど、なんかもっちゃんなんなんやろな、意外とけどザ妹って感じやけど、ユナにはなんかピンチッシュ、豚だけもらおうかな高い、甘いさせてくれるって感じかな。美味しい一杯やもんな、抹茶最近使ってる。明日は風が冷たく強く、極寒、今でも極寒じゃないって。じっちゃんはね、じっちゃんはほんまに可愛い
やったー。ユナのグループリーダー立候補したの？そう。あ、見た。え、どうなったの？聞かないで。え、じゃあユナ何対決？ん？対決したん？うん。なんか他の人の推薦みたいな、そうそう、表でユナゼロやって自分だけやってで、なんかマイティとか、え、もういいな、半泣きやった今泣いていい、あ、今泣いちゃって今泣くしかない。でもじっちゃんはね、そう、いつも あったらユナちゃんみたいな、全部見れてないの、本当に可愛い、 F と A しか見てないのか、うん、めっちゃなんか分かれてる、指パンチ抜きました。まあ顔で言えばユナタンバブ、ちょっと待って、ママ全然本泣きじゃないよ、ね、皆さん、じゃあ今から一人で配信していきます。後輩にも手を挙げる、ほんまに怖かっただってあのさ、なんていう、カメラの向こうにいっぱい大人たちがつろーって並んでるのよ。でもさ、自分推薦しますって言った瞬間も空気がシンってなってさ、もうマジでやらかしたと思って。えなちゃん、お久しぶり、お久しぶり、ありがとう。ゆなくんも食べる？なになに？あんまり美味しくない。いやない、ちょっと食べたい、食べたい、いやな。どれがいい？レモンかピーチかリンゴかグレープ。ありがとう。いや、もちだけ、いや、ちょっと食べて。皆さん、ニュース、どれがいい？うん、大丈夫よ。レモンがいい。大丈夫。もっちゃんが振り落としてくれます。ありがとう、もっちゃん。いらないらしいです。どうしようかな。しばらく話せないでしょ。これな。ゆなくんね、グミだけはあんまね、得意じゃないんだ。ごめんね、もっちゃん。くまさん。くまさん。顔に出てますよ。くまさんです。ももかちゃんめちゃくちゃエッセだな。ももかちゃんめちゃくちゃエッセだなって言われてるで。ドイツの王子様です。ドイツの王子様ですやって。可愛い。色とかさ、見た目めっちゃ可愛いの、美味しそう。なな、もうもっちゃんどこかなんか餅食べに行くだけ、ついていかないっていうのも。警察に行こう。いざ。7期生でグループリーダーに立候補するぐらいガッツガツ、ほんまに嬉しい。いじられキャラ。知られキャラは愛されキャラ。レイナの以降の言葉を聞いたとき、おーともレイナ本当に、そう、ずっと話したかった。そう、やばい空気になったっていうのをずっと話したかった。なんか重いなって書いてある。違うな、ユナちゃんとモモカちゃんとココナを出してくれ。重いや。見えてるこれ。なんて言うんだろうな。アイサリーナ。なんか桃の味はするけど、うん、その奥に何かの味がするみたいな。なんかさ、なんかさ、本当にエネルギーホテルに入ってくれてありがとう。なの大好き、ありがとう。確かに。嬉しい。マフラーかわいいね。本当に？そう、これは今年からのマフラーです。去年まではマイミロちゃんのピンクのマフラーだったんですけど。ユナナのリックを見て目頭が熱くなります。嬉しい。目頭熱くさせちゃった。なう、ありがとう、時間を教えてくれて。お茶をさ、こっちのなんだっけ、あれでもらった。一瞬でもらって。何時まで？する？18時。あれにしようかな。次の顔が。初心者が変わんないから。ねえ、ももかちゃん生まれないんだけど。寝ちゃった。今日の20時からの枠寂しいね。それのなんか毎日やってるからいうのも寂しい。間違っても他のところに行って。こんにちは。浮気しちゃダメですよ。自分だ。ゆとんぼ。ありがとう、いただきました。ありがとう、しおちゃん、かわいい。やったー、了解。
明日は朝も配信しますので。やれよかな、ほら。やれますね。やれよかな。ゆな何時までやんの？ゆなくんも18時。あ、同じ？17時から始めた？うん、うん、ぴったりじゃない。12月何分くらい？何分やったっけね。ゆな何分から始めてた？いやいや、ジオン可愛すぎやって、じっちゃん可愛いやって、ニコニコ、ユナナの真似してやって。ユナナのことは早川です。ありがとう、ぐちゃりまーす。あ、ないっけ。ユナもやっと強い成績があるのね。ユナってなんなん？今日の夜やるの、みんなの夢の中にも。あのさ、17… 17時5分からやってるの。あ、いいな、15分ぐらい。うん、なんかさ、めっちゃ知らされな。ゆなことまだいいのよ。なんだ、ゆなことまだいいけどさ、はい、かいなでっていう。あ、さかい、7位そのなと気になる。18歳。17歳だっけ。18歳。18歳。ゆなこと、はい、かいなです。かわいい。そんな声が聞いない。みんなにゆなちゃんのこと自慢してありがとう。ございます。めちゃくちゃいじったらいやな、自己紹介だけ盛り。そうやな、みんなの子ゆなの自己紹介大好きやんねん。嬉しい。もうみんな好きな、泣きすぎるの自己紹介。じゃあちょっと投票してね。めっちゃじられてる。ゆなちゃん遊ばれてるの。みんなさん投票。みんな優しいからさ。ね、新潟よ。オッケー。ピュアライ、ありがとう。どっちになる？こっちになる。ゆな。こっちになる。いっせーの。そう、みんなピュアラ。だってジオンの方だったらジオンの方多いやん。みんなジオンのルーム。いいけど、位置ばっかりやん。だって自己紹介変わるもん。ジオンもさ、ジオンの方行ってさ、この配信私の方にさ、投票して一番って。ジオンの方。そう、なんか話し会でも、自己紹介が好きです、やってくださいって言ってくださったこともびっくりしました。このポイント、まず私のポイントは髪を優しいって。なんか自分で言っても多分説得力ないと思いますけど。ちゃんはさ、短いから言って変わる。短いから言って終わっちゃう。本気の自己紹介やっちゃいます。ユナってなんだ。ユナなんの、みんなの夢の中にもユナなん。ありがとうございます。大阪出身、高校3年生、18歳のみんなのこと、早川です。よろしくお願いします。あーみんなのどっちもにやってくれ。自己紹介してる。わかる。1位がももかちゃんで、2がジオンです。ちょっと終了しちゃった。みんなが一番のにめっちゃ楽しそう。ねえ、負けたと、イナナ、これ、めっちゃ可愛いと、負けたんだけど、本気様に、マジで言ってんの、やった、マイク後ろやってるんだ、可愛い、ありがとう、主権です、こんにちは、泣いた、恥ずかしい、55分だって。とりあえず私がランキング読むから、あのこっち来たから席行こう。 OK、 行くよ。何の行くよ。みなくん、えいちゃん、ありがとう。ランキング読んできます。13位しんこ、ありがとう。どれでこの間でやるかで、うるさいよ。楽しかったね今日は、ありがとう。はい、こっちで。12位、ヤマピー、ありがとう。スクショタイム。この背景ちょっとやばいけど、ありがとうございます。背景やばいって大丈夫？ありがとう、無事にね。ポーズしてか、どんどん。11位、ケンジ、ありがとうのポーズ。いっせーの、ありがとう。ちゃんとここはちゃんとありがとう。リーダーじゃないけど、リーダーだったらこう考えるかなってやっていったら、そうやな。早草飲む、頑張る。せーの、ありがとう。あ、そうですって言った。次、9位、クレパスゆーちゃん、いっせーので、ありがとうございます。噛んだら気持ち合わせちゃった。8位、リュウジ、まだしてたろ。じゃあランキング読みます。いっせーので、13位ゆうきくん、ありがとうございます。12位しーちゃん、しーちゃんありがとう。
1位はココポンさん、ありがとうございます。1位は FFM さん、ありがとうございます。9位はタカヒロくん、ありがとうございました。1位がトムくん、ありがとうございます。7位がマミさん、マミさんありがとう。6位がオズマくん、オズマくんありがとうございました。5位がセパシューちゃん、ありがとうございます。4位がチェイロさん、ありがとうございました。いつもはボードあるんですけど、今日はちょっと出先なのでボードがナッシングでごめんなさい。3位がゆきなちゃん、ありがとう。ゆきなちゃん。2位がこももちゃん、ありがとうございました。こももちゃん、ありがとう。そして第1位はてるげんきくんでした。ありがとうございました。パチパチパチ、ありがとう。今日からどんぶらこで、ありがとうございます。一位カフェオレ、ありがとうございます。今日はカフェオレ飲んだのかな、どんぶらこでして。疲れ様。ゆなちゃん、マフラーかわいい、巻きできる、できない。ゆなね、簡単なんしかできないから。今アイドル枠で注目トップだね。さすが毎日言ってありがとうございます。1時間しかしないのにこれもたくさんのこと聞いてくださって嬉しい。サバシャムに来るのが楽しかった、ありがとう。あっちもこっちもこっちもっち、もーちゃん夢の中でシャールを見てます、ありがとう。嬉しい。今日は、ね、20時から会えないけど、またラブレターとブログ送信しますので見てくださったら嬉しいです。今日もありがとうございました。ではこの後ラブレター編集と YouTube お願いします。ありがとう。今日、あ、昨日オレを食べた。シュウマイさん、ありがとう。泣きそう、ユナ、ユナ泣きそう。もうすぐさ、泣きそうとか言うんだから。もうユナ君、そこまで泣き虫ちゃんじゃないよ。ユナなん、それどうも、1時間ありがとう。お手明かせありがとうございました。ごめんね、なんかカメラのさ、アングルが悪くてコロ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 変わっちゃって。明日の朝も来ました、ありがとう。バイバイ、またね、かわいい。疲れ様、バイバイ。ありがとう、楽しかったよ。4位レオキーさん、コタもありがとう。ありがとう。明日朝バイトなんよ。くるくる、ゆたたん可愛かった。くるくる髪の毛か。ちょっともう取れちゃってんけど。かっこいいったらすぐ取れちゃう。今日スプレーしてなかったからさ。うん、取っちゃった。スエリさん、ありがとう。なんで行けんの。ちょっと待って、先だからあんぐらいしかたない。ごめんね、本当。嬉しいよ。ねんなんしかかった。ありがとう。嬉しい。そう、ずるい。なんで私は東京なの。ちょっと5分、5分ぐらいまでやろうかな。中央がまだ近いから。ここはハングルくるくる、アングルくるくる。あ、アングルのくるくるね。どっちも熱い。確かに。アングルくるくる。やっぱりいいな、なん大好き。ありがとう。楽しみにしててね。あ、ちょっとニコニコかわいい。ありがとう。今日めっちゃ学生だって、学生の格好してるもん。じゃあ最後の挨拶をしましょう。せーの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 。イエーイ。ありがとうございました。あ、やってる。何の挨拶やったっけそれ。ごめんが見つめとく。ありがとうございます。ありがとう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 。ごめん。ありがとう。みんな可愛い、好き。ありがとう。あ、見て、4050人の方が再び星だけ見に来ました。皆さん、ジオンのありがとう。こっちも楽しいやな。ウィーフリン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 大好き、おもしろい。ありがとう。ありがとう、みんな。チュアルームの挨拶かな。セイロさん、ジオンちゃんのところでも逃げる。すごい。フランティアのよろしく。ありがとう。よろしくお願いします。ユナさんありがとう。ごめん、讃える。どっちか。ありがとう。ユナさんの配信も面白いから大丈夫だかった。そしたら2人はいつもユナ飲んでいた。人数では負けそうなんですか。
自分の宴会、ここの場合あったり、その場合あってますね。おいよし、やったうちの子で喋るぞ。おお、もっちゃそ、もっちゃそ、もっちゃそ、あ、ここさるか。あ、かわいい。うん、大丈夫。こういうのも回るから。そっかそっか。でも大好き、ありがとう。あ、もっちゃん、もっちゃん、向こう行く？向こう帰るときこっち行く？うん、そのときさ、これさ、置いといてくれ。あ、いよいよ、ごめん、ほなくんもこっちから行くから。ごめんなさい、業務連絡してました。ご飯食べて。あ、待って、遅くなりました。お邪魔します。もう終わっちゃうんだけど、ごめんね。じゃあ、しとくわ。じゃあもっちゃんから移動して、ありがとう。髪の毛がもっちゃんがね、ライトを今照らしてくれてる、優しいけども、今デコがデコ、デコキラリみたいな感じでさ、ちっちゃん、ちっちゃんマスクしないとさ、あかんのか。ちょっとさっきもマスクしてた。いじおき、ありがとう、こんにちは。よかったら、じっちゃん、ジオンのルーメイド、よろしくお願いします。かわいい、じっちゃんです。あ、ありがとう、バイ、ありがとう。かわいいよ、なんかもちゃお、でっか文字同じこと言ってるんやけど。やっほー、ギャルが来ました。どこ？そう、つん、触ってません。触ってません。バイバイ、ありがとう。バイバイ。身長。ってことで最後に2人が映ってくれました。優しいね。戸田恵梨香にのギャルって言われて、戸田恵梨香さん、ごめんなさい。呼び捨てしてしまいました。おい、ギャルじゃないって。なんかめっちゃ触れる。そうね、一応。じゃあ。じゃあもうそろそろ行かないといけないので、皆さんバイバイ、ありがとうございました。バイバイ、皆さんありがとう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1バイバイ、行ってきます。バイバイ。